こんにちは、ひかりです。今回はね、アマゾンからね、これね、アマゾン。アマゾンからいっぱいね、荷物が、おもちゃが届いたんでね、はい。DVD とか、ブルーレイとか。なので、ちょっと購入品紹介をしたいと思います。たった今帰宅したらアマゾンから荷物が大量に届いてて、で、購入品紹介する前にもうね、あの、これ開けてみちゃおうと思うんで、先にね、あの、簡易的に撮影しております。あ、あーごめん。アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー。うん、これね。 初回限定特典ブルーレイ付きってことでね。いません、200円。ちょっとそこ初回限定でしかもブルーレイ DVD デジタルコピー、ムービーネックスワールドがすべて入ってるやつを買いました。うん。ちょっと高いけど、僕的にはね、DVD だけでいいんだけどね。<laughs> まあまあまあ、新品未開封を買いました。うん。これからまたね、はい、あの、購入品紹介してるんだけど、これね、マウントレーニア。これを飲みながら、 ここにあるポータブル DVD プレイヤーで見たいと思います。楽しみと言いつつね、実はね、これ開けると、しびれをちょうど見てました。まだ途中だけど、もうインフィニティウォーを見ます。もう何回も見てるからね。はい。えっ、ー、とね、今まず見てもらったのが、こちらですね。アベンジャーズインフィニティウォー。ね、あの、購入っていうか、届いてすぐ、えー、紹介して、ちょっと開けて、もう見ました、中。中っていうか、あの、 本編見ました。うん。感想はまた別の動画で。うーん。もうね。頭の中アベンジャーズでいっぱいです。はい。そして次こちら。ババーン。サー・ウォーズ。新品ですね、一応。えっと、な、な、なんだこれはザ・ラスト・ジェダイうん。最後のジェダイっていうタイトルか。日本のタイトルはね。はい。まあ、カイロレンだったり。 まあ、例が一万出てて。まあ、新品で買ったので、こういう感じで、初回限定の、なんかパッケージなのかな光と闇、アウターケース付きって書いてありますね。で、ブルーレイと DVD。そして、デジタルコピーと、ムービーネクスワールド。うん。なんか、スマホで持ち運べるんでしょね。それがいいよね。まあ、僕的には DVD だけでいいんだけどね。まあ、セットしかなかったんだよ。これ結構高かったんだよな、全部。 <laughs> DVD だけでもっと安くしてほしいですね。次、DVD ボックス買いました。こちらですね。ババーン。これ。ちょっと読めないと思うんだけど、あの、ハリケンポリマーって知ってますかね結構昔のあの、アニメなんだけど、ハリケンポリーマーってやつだと思うんだけど、この DVD ボックスを購入しました。これね、見て、再生環境をご確認くださいなんだけど、リージョンフリーのえプレイヤーでしか見れない、海外、 え、なんていうの海外の DVD なんですけど、うん。海外向けの DVD なんで、リージョンフリーでしか見れないんだけど、まあ、リージョンフリーのね、ポータブル DVD プレイヤー持ってるので、それでね、まあ、日本語にして、字幕は消せるかわかんないんだけど、確か消せたって気がするんだよね。買いました。これ安かったんでね、ほんと3000円しないぐらいでしたよ。うん。3000円ぐらいで買いました。ハリケーンポリマー。これ見ようかなと思って。ただ、ポータブルね、あのー、 DVD プレイヤーのそのリージョンフリーのやつが最近充電のとこが接触が悪くてちょっと調子悪いからまあもう一個持ってるんだけどね以前提供してもらったやつがまあまた買えればいいかなと思いますけどうんそれで見ようと思,い思っておりますはいでこっからがえおもちゃ系ですねまずはこれね単体で届いたんだけどババンはいインフィニティウォーのキャプテンアメリカですねインフィニティウォーの時は髭生やしてちょっとワイルドなんだよねキャプテン 役者さんは一緒なんだろうけど、なんか全然違う人に見えるよね。これね、予想外だったんだけど、これ900円ぐらいで安かったんだよ。だからさ、俺サイズ的にさ、これかと思ったんだよね。このね、ワンダ、ワンダーサイズっていうか、このベーシックサイズかと思ってたら、これ安かったのにデカいんだよね。くそー、ちょっとデカいなぁ、ちょっとデカすぎるなぁとは思うんだけど、まあこれはこれでまあ遊べなくはないんだけど、ちょっと僕の中ではデカいかなっていう感じかな。うん。 こんな感じでなんか、こういう特殊なあれもついてて、これなんか読み取ったりして遊べるんでしょこんな感じで。キャプテンアメリカだけ安かったんだよね。本当はアイアンマンとかさ、スターロードとかね、うも欲しいけどね。で、これのね、武器はあれだよね。あの、わかんだのさ、ブラックパンサーがさ、キャプテンには盾をって言ってさ、渡したんだけど、あの、インフィニティウォーでね。そんでキャプテンがあの、インフィニティウォーの時に使う盾だね。うん、あのー、 シビルウォーの時にさ、キャプテンとアイアンマンが決別したじゃん。で、これネタバレにはならないから言うけど、えっとね、インフィニティウォーでは確かね、キャプテンとアイアンマンは一回も会わないと思った。うん。だから、あの、シールドを渡せてないんだよね、今回。だから、その、ワカンダの、シールドなのかな、これは。うん。キャプテン。これいいよね。インフィニティウォーっぽくて。これでソーと戦う、あ、そうじゃねえや。あの、サモスと戦わせたいね。 サムスとかサムスの部下とかと戦わせたいわやったこれよいいね意外とってか出来がいいねこれねでかいから顔もかなり似てると思ううんちょっとねでかいんだけどまあでかいのはでかいなりに遊べるからねで、さっきスターウォーズのねあの DVD& ブルーで買ったんだけどそれにねまあラストジェイとってことでね、えー、付随してこちらですねババーン はい。スノークですね。まだね、僕こ、こ、っち見てないから、いまいちね、実体がつつかめてないんだけど、最高指導者、スノークってことでね。まあ、敵の、一応ボスってことかな。カイロレンよりボスだもんね。うん。のね、スターウォーズヴィンテージコレクションってちょっと高いんだよ。これ、定価3000円ぐらいするんだけど、800円ぐらいで買えたんだよね。今、そんぐらいで Amazon 出てて。まあ、3000円じゃ売れないだろうってことだね。まあ、フィギュアなんだけど、布でちゃんと服はできてるっていうね。クオリティ高いんだよね。 スノークのフィギュアってあんまなかったっていうか、うちには一個もないかな、確か。うん。なので、スノーク欲しかったんで。まあ、敵キャラは大歓迎なんでね。はい。買っちゃいました。あのね、まあ、売ってなくはないんだけど、トイザラスとかで。やっぱ3000円はちょっとね。なので、安かったので買ったって感じです。いいね。楽しくなってくるぜ、これから。もう今ね、インフィニティウォーを見たから、次は、スターウォーズ。もう今からね、そこを見て、その後、 あの、ハリケーンポニマンかな。まあ、その前に色々見たいのもあるんだけどね。プリキュア最後まで見るとか、ウルトラマン見るとかもあるんだけどね。そして次こちら。ババーン。結構話題だよね。猫武装、てんこ盛りの2ですね。うん。1はもうね、今ね、値上がりしちゃってるんだけど、2は安かったんだよね。700円くらいかな、確か。結構安くて。うん、まあ、猫がね、こんな感じで武装するっていうプラモみたいなやつなんだけど、プラモっていうか、まあ、プラモなんだけど、組み替えおもちゃみたいな感じ。 うん。これ定価でも安いか。1300円ぐらいだから、まあそんなに安くなってたわけでもないけど。猫型せい、猫世紀末トライク。うん。まあただ、猫はただの猫なんだけど、こうね。いいねって感じてで。とね、てんこ盛りを買っちゃうとね、武装はいっぱいついてくるんだけど、猫は一体しかついてこないんだよね。猫が欲しい人は、なんか、バラ売りもあるから、それは猫多分全部ついてるから、 まあ、そっちで買えばいいんだろうけど、まあ、猫僕一体でいいかなっていうか、猫はまあ、いろいろ持ってるからね。なので、今回は、この、てんこ盛りの方を買いました。はい。猫武装てんこ盛り。さあ、それで、えー、次がラストだよね。ラストだ。こちらですね。ちょっと、袋に入ってるんだけど、ちょっと開けます。よいしょ。これね、やばいっすよ。以前おすすめはしてたんだけど、まだ僕自身買ってなくて、 はい。うわあ、いいじゃじゃーんソフビトイボックスのネッシーですね。ネスコの怪獣。恐竜じゃなくてもう怪獣なんだね。ネッシー、来たこれ。来た、これ。ネッシーだよ。ネッシー手に入ったわ。これ地球怪獣として僕は使います。これでさ、何ゴジラとかさ、まあ、ゴジラじゃなくても、宇宙から来た怪獣とか、スペースゴジラとかいろんな、いるじゃん そういうのと戦わせて、地球を守る怪獣の一つにしたいですね。そう、味方側の怪獣として使いたいと思ってます、ネッシー。まあ、ネッシーといえばね、ドラえもんとかでも結構出てくるんだけど、そんな感じでドラえもんとか乗せたりするとね、あの、雲の王国の時のね、再現とかもできますね。ドラえもんと伸びて乗せればね。これはいいぞ、ネッシー。今安かったんだよ。いかがだっけな まあ安かったとにかく。定価はかなりね、高い。ちょ、定価だとこれね、ちょっと高すぎ、まあ高すぎでもないね。インディーズ装備とかさ、なんていうのインディーズの装備と考えれば、その定価でも安いんだけど、まあ、装備トイボックスの海洋堂を出してるっていうことを考えて、海洋堂で。でまあ、市販でまあ一般販売ってことを考えるとちょっと高いかなって感じちゃうんだけど、アマゾンの価格で見るとめっちゃ安いから。アマゾン見てみて。 今回の商品に関して全部 Amazon リンク貼っとくんで、うん。気になった商品買った方がいいと思いますよ。うん。これはいいな、全部。今日はね、テンション上がったね。<laughs> ああね。まあ、これとかもね、すごい組み立て楽し,んだ楽しみなんだけど、今ニッパーが壊れててさ、ニッパーがないからさ、100均のニッパーはダメなんだよね。だからまたいいニッパーを Amazon か模型かなんかで買おうかなと思ってるんで、まだ組み立てできないんだけど、 まあ、ね、ネッシュはね、すぐ開封してレビュー動画撮って。うん、これ辺の3つはレビュー動画作れるし、すぐフィギュアとかだったら。で、これ辺のね、感想系はね、まあ、ハリケーンポリマンは多分ね、めちゃめちゃ時間かかると思うんだ、見るの、多分。これね、うん、何枚、なんかね、せ、な、な、何千分とかでしょ、多分全部合わせる確かね。こうヒーロー。これね、まあ、見切るのは時間かかるっていうか、うん。まあ、垂れ流しで見るしかないね。真剣に見てたら相当時間かかるからね。 でまぁ、あ、これはね、真剣に見るっていうか、うん、どうしようかな。一応ね、このラスト時代、最後の時代か、の前の、なんだっけ、新たなる希望じゃなくてなんだっけ。まぁ、あ、エピソード7か。うん。7のね、DVD& ブルーレイみたいのもあるんでね。それをまず一回見て、もう一回ね、復習で見て、テンションを上げてこれを見ようと思います。今回はルークががっつり登場するのかな。なんか評判は非常に悪いんだけど、 俺結構ね、評判が悪い映画の方が僕は結構好きになりがちなんだよね。もちろん、評判がいい映画も好きになることが多いんだけど、評判が悪いやつって結構ね、好きになる場合も多いけど、あ、やっぱダメだなって時もあるから、なんか今回なんけこのフィントえ、ポーの作戦がクソとかなんか色々あるんですよ。ツッコミどころが。いや、ツッコミどころで言ったらね、このインフィニティオーオンはね、めっちゃツッコミどころあったよ。そりゃ。そりゃしょうがないと思うけど、でもね、 ま、簡単に言うと、前半がめっちゃ興奮する、特に。特に前半は興奮する。なぜかっていうと、もういろんなヒーローがバンバン出てくるから、うわぁ、あいつも来た、こいつも来た、ええー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも来るのかよ。マジかよー、みたいな。うん、で、スパイダーマンとかすぐ出てくるしさ。もう興奮する。でもね、出てこないヒーローもいるんだよ。結構、これはもうネタバレっていうか、言ってもいいと思うんだけど、アントマンと、あと、ホーク・アイは出てこないですね。うん。ま、あえてなんだけど、あえて出てこないんだよ。うん。 多分、それはね、次への、まあ、つながりっていうか、あれなんだろうけど。他は多分、ほとんど出てくるんだよね。これもう載ってるから言っちゃっていいけど、これ辺は。このね、載ってるのは全部出てきて。まあん、今回はね、今までそんなサノスがメインであんまり出てこなかったけど、今回はサノスがもうかっつり出てくるんでね。いや、結末とかもう、ねねね、ネタバレ言ってもいいと思うんだけどね。別にネタバレしても、あの、見てて面白いからね。うん。いや、面白いね。これね、良かったよ。 うん、ロケットとかグルートとかね、ここら辺も出てくるしね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。やっぱロケットとグルートが出てくるのはね、テンション上がった。しかもさ、これは CM でも流れてたから言っていいと思うんだけど、結構そうと協力するんだけどね、結構そこら辺とか興奮してましたね。もう前半がもう、うわぁ、うわぁ、うわぁ、アイアンマンと、ドクター・ストレンジも、っつってで、ウォンも出てきて、っつってで、スパイダーマン、ハルクまで、みたいな。やばい、ハルクね、ハルクが今回またね、ちょっと面白いから。 まジね、見てほしい。うん、見て、まず。いや、別にね、あの、評判とかでも、まあもちろん、つまんないっていう人もいると思うし、つまんないって感じる人もいると思うけど、少なくとも、前半興奮するって。あの、今までの見てたりとか、あとまあ、とにかくいろんなヒーロー出てくるから、それだけで興奮するよ。もうお祭り映画には間違いないからね。ああ、楽しい。人生楽しいわ。これは楽しい。 スノークもね、まだ、ね、エピソード7だけだとね、今一つ実体がつかめてないんだけど、たぶんこの8の方では結構出てくるんでしょ、スノーク。まだ見てないからなんとも言えないけど。後ろ側が回路ンと、これが、あ、ちょっとラベルで隠れちゃってるけど、こっちラベル外そう。たぶんキャプテンファズマ、これ。キャプテンファズマさ、8でさ、7では全然活躍しなかったじゃん。ただちょっと楽しみだよね。これ152分じゃん。あ、152分もあんの 最近映画長いんだ、やっぱ。これだってさ、2時間半ぐらいあるってことでしょいや、インフィニティウォーもめちゃめちゃ長かったんだよな。ほら、149分。え、嘘スターウォーズの方が長いのうわ、嬉しい。本編が長いの嬉しいわ。長いね。152分もあるんだ。映画って最近長いんかないや、長いのは大関係だよ。あのね、ウォッチメンってあるんだけど、アメコミのウォッチメンっていう映画があって、それ見たら、それ3時間ぐらいあった気がするんだよね。 すげえ軽い気持ちで見始めたら全然終わんなくてさ、すげえ長いんだけど、まあ長い映画は俺は大歓迎だな。逆に今までが短すぎたのかもしれない。1時間半で対策なんかできないからね。まあできるんだけど、ね、もっと長れば長いほどいいと思うから。え、でもこんだけあ、そっか、俺2万円ぐらい使ったなと思ったんだけど、これで全部じゃないんだよね。だもちろんこのワンダもいるし、あともう一体キャプテンアメリカも来るの、あのバイク付きのやつ。 んで、もう一個ね、もうすげえ大物が来るんだ、そういえば。あの、そりゃそうだな。これで2万円は行くわけないんだ。そう、あの、なんだっけ、トボットっていう韓国のロボット玩具があるんだけど、そのね、ロケットのやつが来るから、それが5000円ぐらいしたからさ、うん、高かったんだよね。いやー、いいね。で、これ見たらね、あのー、これ見終わった時の感想は、シャプテン・マハベル見ようって思った。 キャプテンマーベル全然興味なかったんだけど、見なきゃ始まんないなっていうか、最後見あ、見なきゃ始まんなくはない。これは別に見なくても大丈夫なんだけど、あの、キャプテンマーベル見なくてもこれは楽しめるけど、この後に多分キャプテンマーベル出たんだよね。あれもう見ようって思いましたし、そうなってくると、えー、アントマンワプス。あれはもうね、あの、買うつもりです。もうカートに入れました。ポチろうと思ってます。はい。アマゾンで。 あの、アントマン面白いから、もう、1が良かったんで、アントマンワプスあれはね、買うつもりですね。うん、レンタルじゃなくて。で、あとはなんだっけ、この続きで言うと、あ、そら、その新しいアベンジャーズでしょ最後の戦いだけなんかあるよね。うん。そうだね。それはまあ、まだ公開もされてないからあれだけど、うん、そうだね。で、スパイダーマンホームカミングをどうするかなと思って。 今、レンタルで100円で見れるから、今ね。一回見てみて、それで買うか悩むかもしれない。ドクターストレンジとかはね、レンタルでも良かったなと思ってるんだ。買わなくて良かったと思ってるの。あれ結構疲れちゃうからさ、見るの。そう、だからドクターストレンジは買わなくて良かったんだけど、僕的にはね。うん。そうなってくるとね、ブラックパンサーは一回見てみて、なんか面白そうなんだよね。これ結構出てくるんだよ。わかん、わかんだが出てくるから。てかわかんだでの戦いがあるんだよ。中にね。 だからまあ、これは別にネタバレにはならないからね、それは言っても大丈夫なんだけど、ワカンダでの戦いとかあって、なんかワカンダのこの人間関係とかがちょっと出てくるんだけど、やっぱブラックパンサーはちょっと面白そうだなと思うから、まだね、旧作になってないから、レンタルして、うーん、も買っちゃった方が早いかな。一回、ね、ブラックパンサーはちょっと怖いから、あのレンタルしてもしかしたら暗い可能性もあるじゃん。だから一回、ブラックパンサーはレンタルしてみるわ。うん。 そんで、買うかね。うん。そう、バ,バトルロイヤルあれは買ってよかった。バトルロイヤルか。あれはね、買ってよかったと思った。あれはお祭り映画。うん。やっぱ、そうとハルクってやっぱ最強だよね、アベンジャーズの中でね。ある、ある意味っていうか、ハルクなんかも,もうね、無敵だからね、ぶっちゃけ。でも、無敵のハルクがいるのになんでこう苦戦してるかっていうのもあるしね。まあ、ハルクよりね、どうなんだろう。サノスの方が強いのかなわかんない。まだね、これだけ見るといまいちわかんないんだけど、そこはね。 いやー、インフィニティ・ウォー面白いね、やっぱね。インフィニティ・ウォーっていうか、アベンジャーズがやっぱ面白いね。いろんな、個々の物語とかもあるからさ、やっぱそういう意味で面白いし、やっぱキャプテンは正義の男だよ。ねえ、あの、あの、ソウとかハルクみたいにさ、めちゃくちゃ強いわけではないじゃん。ねえ、もう、うん、バカに強いわけでもないし、アイアンマンみたいにめちゃめちゃ賢いわけでもないけど、とにかくね、正義のヒーローで、やっぱもうアベンジャーズのキャプテンはもう、キャプテンアメリカだよね。 キャプテン・ロジャース。うん。これはいい。ただ箱は結構ボロボロできたけどね。みんな結構こういうの気にすんのかな僕はもう全然、うん。別にあの、外の段ボールが潰れてたらさ、配送会社が問題あるけどさ、中はもうしょうがないよね。もうメーカーとかの問題だからね。別に、うん。壊れてないし。全然すぐ開けて遊ぶわけだから僕は。おー、これは。 テンンショってきたそうそう、これこれって感じ。いや、あのね、インフィニティウォーを見るまでは、え、このワイルドのキャプテンアメリカちょっとね、違うじゃんと思ってたけど、もう見ちゃったらもうこれぞ、キャプテン。いや、これうぞっていうか、これもキャプテン。確かにこのインフィニティウォーの次のやつのさ、なんか CM とか出てるけどさ、髭剃ってたよね。うん。なんでここ、げ生やしてるのか謎だけど。いやー、いいわ、このフィギュア。 いや、これ欲しいわ。まあ、あアイアンマンとショーはいろいろ手に入るけどさ、やっぱスターロードはあんま手に入んないんだよね。まあ、そこまでスターロードっていうキャラクターが好きなわけではないんだよ、僕的には。僕的にはスターロードよりも、ま、サオ、スターロードの仲間たちが欲しい。まあ、ロケットとグルートはね、手に入りやすいんだけど、もう一人いるじゃん。あの、冗談が通じないマッチョのやつとさ、あとさ、こいつね。こいつと、これ名前が全然覚えられないんだよね、こいつ。と、あとこの子ね、この、 意識を操作できるっていうか。ね、人を眠らせたりできる。この子、かわいいんだよね。うん。とか、あとはそうだね、ここら辺の。そうね。あの、ファルコンと、え、アイアンパトリオット。アイアンパトリオットで合ってるよね、名前。とかかな。あとは、まあ、うハルク。ね、スパイダーマン。俺昔からね、スパイダーマンは、ま、知ってはいるじゃん、みんな。 だけど全然そんなにかっこいいなとか興味あるなとか思ってないけど、やっぱりアイアンマンとの関係性とか、これに出てくるスパイダーマンはかっこいい。あと今回スーツ見て、かっこいいでしょ、これ。これね。また今回出てくるんで、スーツ。あ新たな。ドクターストレンジと、あとビジョンね、ビジョンも今回出てくるからね。まあ、それはそうだよね。ビジョンのおでこにはさ、インフィニティストーンが1個あるわけだから、ビジョンはもちろん出てくるんだけど、あ、ちょっと待って。 あの、今ね、ごめんごめん。あの、バッテリーが少なくなってますってなってるんで、ちょっと、ケーブル繋ぐね。よし。そう。ビジョンとか出てきて。もちろんね、あの、ナターシャとかも出てくるし。そう。このね、あの、なんだっけ、妹だっけあの、ブラックパンサーの妹か娘か、妹だっけなとかもなんか出てきて、それはちょっと今回初めて見たんで、ブラックパンサー見なきゃわかんないんだけど、うん、あと、アントマンアンドワプスだっけ あれ見ると多分アントマンがなんで今回来なかったかっていうのもわかると思うんだよね。うん。確かそれをえ描いてるんじゃなかったかな。ねキャプテン・マーベルを見るともっといろいろわかるんだと思うんだけど。あとね、このインフィニティ・ウォーのね、まあ、ちょっと、中にちょっとね、ムービーネックスのマジックコードっていうのがあるから、それちょっと抜くけど、これ見てもらうと、これチラシが入ってたんだ。これ見せていいんだよ、チラシだから。これ。ドラマシリーズ傑作ラインナップってことで、 このアベンジャーズ系、このマーベルの色々あるんだよね。例えば、エージェント・オブ・シールドとかね、アベンジャーズのスピンオフで、まあ、平和維持組織シールドのまあ、活躍を描いたやつとかあって、ほら。これはこれで面白そうだしさ、ちょっと地味だとは思うんだけどね。ほら、マーベルでもさ、エージェント・カーターとかさ、デア・デビルとかさ、マーベル、ジェシカ・ジョーンズ、ジェシカ・ジョーンズってなんだっけあ、ちょっと怖いやつだっけなんか、CM やってた気がするな。これちょっと嫌だな。ルーク・ケージ。 アイアンフィスト。アイアンフィスト面白そう。デアデビル、アイアンフィスト、エージェント、カーター。まあ、アベンジャーズに関係するやつだったら見たいな。マーベルでもアベンジャーズに関係しないやつとかあるんですよ、多分。まあ、全くってことはないかもしれないけど、ジェシカ・ジョーンズってなんかちょっと怖いやつじゃなかったっけな。私が自殺する物語みたいな、そんな,なんじゃなかったっけ。あーなんか応募、応募、あ締め切り期限切れてる。 これ去年の話でしょそうね。まあしょうがない。でもまあマジックかコードもあるし。これでさ、ジムとかで見れるんだよね。書いてあるけど。移動中でも、ジムでも、ベッドでも。やった、俺ジムで見よう。ウォーキングしながら見よう、アベンジャーズ。とか休憩中とかもずっとアベンジャーズ見よう。やった、アベンジャーズ。さあ、そしてこれで、これ今から見るわ。今から、今からじゃないかな。わかんない。 はちょっと見ようかな。時間あるとき。動画ちょっと作って。あ、今から見れないよ。この前に一回エピソード7見なきゃいけないから。見て、これ見て、また感想を言います。はい。今回ちょっとインフィニティウォーも感想い大体言っちゃったね。はい。まあ楽しみだね。それによってこのね、スノークの価値が変わってくるからね。でも安くなったってことは、そんなにスノークってやっぱ好きにならないキャラクターなのかな。まあ見た目はもちろん悪いけどね。まあ明役だからいいんだけど。 サノス欲しい、サノス欲しいわ、サノスとかさ。敵キャラ欲しい。あ、あとこれ言っといていいかもしんないけど、サノスってそんな全知全能、全知全能っていうの神のような存在っていうかさ、あまりにも最強な存在かと思ったら、そうでもなかった。うん。俺が思ってたほどではなかった。うん。なんか、ッチメンのさ、あの、ドクターマンハッタンだっけあいつのは強いんじゃないのって感じ。 ほんとなんかね、ほんとね、すげえ強いと思ってたんだよ。ほんとにやばいなと思ってたら。なんか、別にサラスを倒すことはできそう。うん。ただね、今いろいろあるんだろうけどね。サラスを倒すことはできそうな気がする。ただまあ正義とは何かっていうね、問題もあるし。はい、そんな感じでした。まあちょっとね、長くなっちゃったけども、興奮の購入品でした。またこのね、あの、ハリケーンポリマーがね、どれだけ僕のね、あの、 な、僕をね、興奮させるか。それも楽しみですし。まあ、これのおもちゃ系はね、まあ、遊んでいくし。キャプテンはな、結構遊びそうなんだよな、これ。ガシガシ遊べる。だってボーイズトイだからね。いや、ちっちゃいと思ったけど、大きくていいや。これ、マーベルレジェンドと同じぐらいのサイズあるんじゃねこれ。これ安かったな、じゃあ。いやでもこのサイズになると、あんまり他のフィギュアと組み合わせづらいけど、どうすっかな。 まあ、うまいこと考えて遊ぶわ。うん。はい。ということで、今回はこの辺でした。この動画良かったなとかね、思っていただけた方は、ぜひ、グッドボタンなど、評価お願いいたします。チャンネル登録までの方はね、ぜひ登録して、他の動画もご覧ください。いっぱいに、いっぱい動画出してるんでよろしくお願いします。でもろもろね、いろいろコメントいただけると、非常に嬉しいです。はい。で、説明欄に今回のね、いろいろ紹介した商品の Amazon リンク、貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。